あれ、また、水の中か。これは夢、なんだろうな。だって全然苦しくねえし、目もしみない。でも、体が全然動かねえや。それに、すごく寒い。また誰かいる。誰なんだよ。なんでこっちを見てんだ。殺してやる。朝か。なんか変な夢見たな。今の殺してやるっていうのはどっちのセリフなんだろうね。見えた影なのか、それとも凛ちゃんなのか。朝起きて、聖太郎はおらん。ゆかちゃんはまだ寝込んでおる。おい、ゆか、もう朝だぜ。起きれるか？ごめん、凛。ちょっと寒気がして。もう少し休んでてもいいかな。わかった。でも大丈夫か？無理すんなよ。うん、平気。霧がすごい出てるし。風邪ひいちゃったのかもね。じゃあ本当にこの子にはめちゃくちゃ優しいからな。二人もおらんで。おう、お前ら早いんだな。集まって何してんだ？別に早かねえよ。もう10時だぜ。それよりさ、俺さっき車見てきたんだけど、全然動きそうにねえんだよ。ガス欠ってわけでもねえんだよな。まあ、ボロかったし、壊れたって考えるのが普通か。にしても、どうやって出発するかだよな。おはようございます、皆さん。お揃いでどうされましたか？ってわけなんだよ、じいちゃん。悪いんだけどさ、もうちっとだけここにいてもいいか？車直せないか調べてみたいんだ。それは構いませんが、実は私、用事があって数日村まで出かけなくてはならないのですよ。夕方には家を出ねばならんのです。そうですか。それじゃあ、俺たちはそろそろ出ます。あまり長居してもご迷惑でしょうから。車がなくてもその辺歩いてれば道はわかるだろう。いざとなったら車置いて、電車で帰ってもいいし、とにかく山を降りりゃいいんだ。いえ、この家にいてくださって大丈夫ですよ。どうせ私しか住んでおりませんし、留守の間、家を見てもらえればこちらも助かります。え、いいのか？ええ、それに、山の中を歩いてもどこにも行けやしませんよ。この霧ではね。車が治るまで、ぜひここにいてくださいな。ただし、あまり山の中を歩き回ったりとか、危険なことはしないでくださいね。おう、ありがとな、じじい。それでは、私はそろそろ出かけます。火の元には注意してくださいね。それから山の中は危ないので歩き回らない方が。わかってるって。ちゃんと留守番してっから心配すんなよ、じいさん。あんたこそ途中でこけてぽっくりとかはやめろよな。気をつけます。それでは。おっと、もう夕方か。一番風呂入ろっと。男どもの後とか嫌だしな。よし、とりあえず行きました。ただまだチュートリアルっていうかプロローグは抜けてないだろうね。おい、先に風呂入らせてもらうからな。え、今から？じゃあ俺も一緒に。いってえな。冗談に決まってんだろ。お前となんか一緒に入りたくねえよ。ま、ゆかだったらぜひともご一緒したいとこだけど。てめえ、ゆかに手出したらぶっ殺すからな。ああ、だから冗談だってば。そんなマジギレすんなって。まあ、こういう言い方されたら、殴りはしなくても私も舌打ちかなんかしただろうな。この掛け軸が何の絵かわかるか？いや、知らねえな。何なんだ、この絵。昔の日本の人魚だ。多分人魚のミイラを描いたものなんだろうな。ミイラ？人魚のミイラなんてあったのか？ああ、今でも各地にあって結構有名だぜ。まあ実際は上半身は猿、下半身は魚を使った贋物だって言われてるけどな。はあ、ま、気色悪いことに変わりはねえな。あ、リン、私、ずっと寝ちゃってた？気にすんなよ。じいさんが用事で家開けるらしくて、その間はいてもいいってさ。だから、ゆっくり休めよ。ゆうか、朝から何も食べてないよな。なんか食べるか？ごめん、いらない。食欲ないんだ。今日はこのまま寝てるね。あ、ああ。ああ、気持ちいい。昨日はバタバタしてて、ゆっくり風呂入れなかったんだよな。でけえ風呂ってのはいいもんだぜ。ゆうか、風呂入れるかな？せっかくの旅行なのに、体調崩すなんてやおだぜ。もったいねえ。なんか、眠くなってくるな。ん？汚くなった。こんな色してなかったよな。私のせいじゃねえよな。そんな汚くなかったよな。おい、どうした？何入ってきてんだ、こらー！ものの見事に濁ってんな。お前どんだけ汚ねえ体してたんだよ。だから、ちげえっつってんだろうが。いきなり水が泥水みたいになったんだよ。冗談はさておき、これって沼の水なんじゃねえかな。沼？なんで沼の水が風呂に？よくわかんねえが、配管がどっかで行かれて、沼の水が混ざったのかもしれねえぞ。シャワーとかトイレの水は無事みたいだが。ま、しばらく湯に浸かるのは諦めた方がいいだろうな。じいさんが戻ってくるまでの我慢だ。じゃあ、俺もう行くわ。何なんだよ、畜生。ああ、ムカつくわ。優香の様子見てからさっさと寝るか。こんなのに使ってたって考えると、ちょっと憂鬱になるよね。まあでもシャワーが使えるんだったらまあなんとかなるか。割とね、普段もね、仕事忙しくなってくると、湯船に浸かるなんてことなくなってくるから、私はもう慣れたよ。できれば湯に浸かりたいんだが。リン、お前胸のサイズいくつだ？あ？ F だけど？道理でな。頭に行くはずだった養分が、全部胸に行っちまったのか。ああ、勝手に人の胸見やがったくせになんだその言い草は。てめえもひむいてやろうか、このクソハゲ。これは殴られても仕方ないがな。最悪だと思うよ、比較的。なあ、リン。ちょっとこれ見てくれよ。なんだこれ、葉っぱか？これがどうした？葉っぱっていうか、水草かな。今日朝一で車を見に行ったんだけどさ、これが排気口に詰まってたんだ。昨日サービスエリアに泊まった時にいたずらで入れられたのかもしれないな。まったく変なことするやつもいるもんだ。ぐっすり寝てるけど震えてる。すげえ具合悪そうだな。明日は何か食べさせて風邪薬でも飲まさねえと。消化にいいもの、おかゆとかかな。このメンツだと誰が料理作れるって言ったら今寝込んでるゆうかちゃんだけな気もするんだよな。そういや、携帯の充電切れてんだった。充電しねえと、どっかにコンセントなかったっけ？コンセントは、ここにあったっけか。コンセントがついてる。お、ここなら充電できるな。これは、アイテムを使わなきゃいけない。よし、これで OK。さあ、寝るか。所持していません。これになんか意味あるんだっけか。とりあえずセーブをして、寝るか。また、水の音だ。あ。なんじゃこりゃ。家が水でいっぱいになってる。夢、だよな。だって全然苦しくねえもん。変な夢だな。明晰夢。おー、この演出好きなんだよな。水の中。っていうか、単純に怖いよな。携帯も、もう漏電はしておらんと。なんたって夢だからね。なんだあれ、ゆかの部屋の方に行ったな。オットセイかな。やっぱ夢か。気味悪い夢見ちまったな。夢か、うつつか。充電、携帯は回収できねえか。まあ、現状、電波もないし必要ないわ。おはよう。っておめえ、目やについてんぞ。顔ぐらい洗ってこい。クソザルが。はいよっす。お前にしては早く起きたな。俺、朝飯準備するからさ。ゆか、起こしてきてくんね。おーい、ゆか、朝だぞ。具合ちっとは良くなったか？きつかったら病院行こうぜ。な。ゆか？ゆか！おいってば！ゆか？お前、どうしたんだよ？体が膨らんで。おい、一体どうして？リン、救急車だ。救急車？リビングに電話あっただろ！早く救急車呼べ！何ボサッとしてんだ！早く救急車呼んでこい！リビングに電話あっただろ！リビングの電話、行かなきゃ。あ、微妙にグラフィック変わってんだね。なんかすげえ悲鳴聞こえたけど、どうした？救急車呼ばねえと、ゆかが。ゆか？ちょっと俺も様子見てくるわ。見に行って話しかけられない。話しかけられるとこはかけとかないとね。達成度の問題でさ。間違えた。救急車って何番だっけ？そうだ、119だ。あ、あれ？何の音もしねえ。ちゃんと線繋がってんのに。ひょっとして壊れてんのか？クソが、こんな時に。そうだ、携帯充電してたんだった。携帯で救急車呼ぼう。で、しっかり、圏外になっておると。ここで呼べてしまったらね、ゲーム終わってしまうから。充電が切れてる。なんで？だってちゃんとプラグ刺さってるのに。携帯にも繋がってるのに。どうなってんだよ！これじゃ救急車呼べねえじゃねえか！一体、ゆかはどうしちまったってんだよ。あんなに体が膨らんで、あんなのまるで死体じゃねえかよ。うるせえ、黙ってろ。ゆかは死んでなんかいねえ。ちゃんと息してるんだよ。あ、ごめん。なあ、聖太郎はどこに行ったんだ？近くに村とか町とかないか探しに行ってる。病院に連絡できる場所がないか。村、町？そんなもん歩いて行ける距離にはねえよ。車で走ってる時見なかっただろ。それにどっちにしろこの霧じゃ無理だ。数メートル先も見えねえくらいなのに見つけられるわけねえよ。だったらどうしろっつんだよ。このままあの状態のゆかをほっとけっつうのか。てめえマジで黙らねえとぶっ飛ばすからな。清太郎、どうだった？ダメだった。霧が濃すぎて辺りが全く見えない。ここまで戻ってくるのもやっとだった。てめえちゃんと探したんだろうな。決まってんだろ。でもどうやったってこの霧じゃ無理なんだよ。何の道しるべもなく歩くなんて無謀すぎる。そういやじいちゃんも山の中は歩き回るなって散々言ってたよな。あれそういうことだったのか。じゃあどうしたらいいんだよ。このままじゃゆか死んじまうんじゃねえのか。そんなの絶対に嫌だ。いや、ゆかは大丈夫だ。死んだりはしないよ。え、それ本当か？脈も呼吸もしっかりしてるし熱もない。ただ外見に異常があるだけで他にはおかしいところはない。寒いって上ごとは言ってるが、とはいえ放っておくわけにもいかねえ。病院に連れて行くのが先決だ。地図さえあれば山の中を歩くことができる。今は地図を探すことにしねえか。あ、分かったぜ。みんなで手分けして探せばすぐ見つかるよな。ちょっと待って清太郎。電話がつながらねえのと充電がされてなかったこと、なんでかわからないか？どうして電話が通じないのかはわからないが、充電ができてねえのは電気が止まってるからだ。この家のな。え？送電が行かれたのか、じいさんが電気代滞納してたのか、いずれにしろ電気が止まっちまってる。その証拠に電気つけたはずなのにやけに暗いだろ。確かに。なんでだ？昨日は普通に電気使えてたぞ。俺にもわからない。でも今はそんなことよりゆかの方が大事だ。地図を探さなきゃ。わかったぜ。3人で協力してこの家の中を探そう。ゆかを早く助けてやらなきゃ。ああ、そうだな。これで地図を探して世界地図を見る。おい、ゆうた、何ぼさっとしてんだ。お前もちゃんと地図探せよ。わかってるよ。いちいちどうなるなって。ただ休憩がてらに絵見てただけじゃねえか。この家すげえ綺麗な絵がいっぱいあるよな。なんて絵だろう。もうだいぶ見入られてるね。ゆうたくんはこの後絵をどんどん鑑賞していくのか。ゆうた、てめえまたサボって。ごめん。ゆうたくん、オフィリアツアーを観光中。次はやっぱいるのか。ゆうた、お前、大丈夫か？あいつも参っちまってんのかな。まあ仕方ねえよな、こんな状況じゃ。見入られやすい人間とかなのかな。やっぱ、親子丼の中に何か入っていたのか。ネギがたくさん入ってると進行が遅くなるとか、そういうことかもしれん。寒い。ゆか、寒いのか。部屋、温めた方がいいのかな。暖炉もあるしな。ああ、ここ覚えてるな。薪と火がありゃこの部屋温められるな。でも症状がよくわかってないのに温めても平気かな。よく考えないと。これはネタバレになっちゃうかな。あれなんですよ。温めちゃったらもうバッドエンド直行なんですよね。なんだ？ピチョンって。鍵を手に入れた。この鍵は、どこで使えるんだったっけか。